ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー XC ファイナルファンタジー XC はスクウェアエニックスが開発したファイナルファンタジーシリーズ初のオンラインゲーム MMORPG 2000年1月29日に開催されたイベントスクウェアミレニアムにおいてファイナルファンタジー9ファイナルファンタジー X と共に発表されたインターネットを通じて 不特定の多数の人がゲーム上でコミュニケーションをとり、モンスターと戦ったり、販売品の製造、売買をゲーム内で行う。これらは、スクウェアエニックスのオンラインサービス、プランラインを通じて提供される。また、運用開始時点では、3マイクロシステムズ社の OS、ソラリスが採用されていた。現在、ファイナルファンタジークシーをプレイできる環境は Windows を、 搭載したパソコンのみである。動作にあたり SE 社が公表している最低限必要なスペックは以下の通り。SE 社で検証し支障のないプレイが可能と認定された推奨目安環境は下記の通り。上記最低スペックと同じな箇所は割愛。過去にはプレイステーション2と Xbox 360でもプレイ可能だったが、 共に2016年3月31日をもってサービスを終了した。プレイステーション2版は本体以外にプレイステーション BB ユニットが必要だったではプレイできなかった。プレイステーション2 BB パックやプレイステーション3の 20GB、60GB モデルは本体のみでプレイできた。Xbox 360版は専用ハードディスクが必要だった。 Windows については過去には Windows XP および Windows Vista、Windows 7、Windows 8もサポートしていたが Windows の発売元である Microsoft がこれらの OS に関するサポート期間を順次終了したことにより現在では基本的に上記の OS でないと正しくプレイできない。なお Windows 10は推奨とされているが FFXC 自体が 最新 OS である w i n w s を前提にした設計になっていないため、OS の機能をいくつか停止しないと不都合が生じる可能性がある。ゲームのプレイは基本パッケージのみで可能であるが、拡張パッケージにて追加されたエリアへの移動、ジョブを使用することはできない。拡張エリアでのプレイが広く普及しているため、基本パッケージのみではパーティープレイに支障が出る場合がある。例えば、 ジラートの幻影にて追加されたエリアの一部は、レベル10代でもプレイ可能であるが、ゲームの進行状況に応じて拡張データを追加することが望ましい。また、インストールされていないと再生されない BGM もある。Windows 版にて、バナ、ディールコレクション以外のパッケージを購入した場合、プレイオンラインビュア、または公式ウェブサイトから、 拡張データのレジストレーションコードを購入し、ソフトウェアをダウンロードすることで、拡張データを追加することができる。公式ホームページでは、バナ・ディールコレクションは初めての人を対象としているが、実際には拡張ディスクの追加セット購入の目的で使用することもできる。初回インストール後の起動時に、ソフトウェアを最新の状態に保つためソフトウェアがアップデートされる。 回線状況とインストールしたパッケージにより、所要時間は大きく異なるが、おおむね数分から数時間程度必要とする。ただし初期に発売されたパッケージの場合は数日かかる場合もある。以下に国内にて販売されたファイナルファンタジークシーの複数パッケージ製品を記す。上記に挙げた製品以外にも北欧版、ドイツ語版などが存在する。 2012年12月18日にネット限定販売でフェカライフェフェックスイまでのナンバリングソフトやクエストをクリアしたりすることで自分の PC を育てていく。同時に他のプレイヤーたちとチャットで会話したり協力し合ったり取引したりすることで仮想的な社会に属することを楽しむ。オンラインゲームとしては珍しくストーリーや時代背景などの設定が非常に 充実している特徴を持つ。本作では、オンラインゲームにおける、プレイ環境のボーダーレス化を目指す壮大な、実験として、機種別、国別、言語別にサーバーを分割せず、すべてのプレイヤーを、同一のサーバー環境に収容している。そのため、日本人やアメリカ人など異なる国籍のユーザーが、一つのワールドに存在することになっている。これを受けて、 システム側でゲーム中に頻繁に使用される単語、語句などの定型文をある程度用意しており、簡単なキー操作で呼び出すことができる。この定型文は受信するクライアントの言語設定によって自動的に翻訳され、それを利用することによってある程度異なる言語のプレイヤーがコミュニケーションを図ることができる。ゲームの仕様変更は小規模、大規模なものを合わせて、 約2から3ヶ月のペースで行われていたが、2013年10月からは1ヶ月ごとに小中規模のバージョンアップを行うようになった。その後、メジャーバージョンアップは2015年11月10日をもって終了。2016年4月以降はマイナーバージョンアップで運営を継続し、毎月バトルフィールドなどの追加、バランス調整、バグフィックスを実施する予定となっている。 本作ではゲーム内とゲーム外にそれぞれプレイヤーが集うコミュニティが形成されている。これらは攻略が難しい、一人では攻略できない、あるいは攻略に時間がかかるというゲーム設計のため、情報交換や相互扶助といったところから始まり、本作をプレイする上で欠かせない要素となっている。プレイヤーはスクウェア・エニックスが所有するワールド用サーバにインターネットを通して接続し、 ゲームに参加する。サーバに割り当てられる人数には限界があるため、複数サーバを用意し、各サーバの仮想世界をワールドと呼び、パラレルワールドを築いている。プレイヤーキャラクターは割り当てられた一つのワールドの中でしか行動できない。各ワールドの名称は、ファイナルファンタジーシリーズの召喚獣に由来する。2011年8月現在、18のワールドがあり、200万 以上の PC が登録されている。サービス開始当初、キャラクターの作成時に自分で所属するワールドを選ぶことはできず、ホスト側で自動的にワールドの人口比率に合わせて割り振られるようなシステムになっていた。一度キャラクターを作ってしまうと、そのキャラクターを別のサーバーに移動することは不可能となるため、特定のワールドにキャラクターを作成するには、 すでにそのワールドにいるキャラクターからワールドパスを発行してもらい招待を受けることが必要であった。ちなみに同一アカウント内の2人目以降のキャラクターはワールドパスを使わずとも自動的に一人目のキャラクターと同じサーバーへ作成される。後に2007年3月8日のバージョンアップによりワールドパスは廃止されキャラクター作成時に自由にサーバーを選べるようになったか。 2007年6月21日より有料で自由にワールドの移転が可能となった。一般サーバ緑色は2016年9月現在、稼働中のサーバ、赤色はかつて存在したサーバを表す。ベータテスト用サーバテストサーバ Windows 版においては、それなりのハードウェアのスペックを求められるため、公式ベンチマークを公開している。これまでに追加ディスクの発売に合わせて、 ベンチマークソフトも更新されており、2008年12月、現在のものは、ファイナルファンタジ s ク X-C4 Windows オフィシャルベンチマークソフト3である。デモモードもあり、追加ディスクの内容に合わせた内容の映像が流れる。初期の頃から、タルタルが大勢でエモートする様子が映し出されるため、タルベンチと呼ばれることもある。リリースからしばらくは、 ベンチマークソフトの定番として、メディアのベンチマーク記事や、パソコンショップの店頭デモなどにも用いられていたが、NVIDIA の3、ATI のクロスファイアといった最新のグラフィックカードの機能には対応しておらず、また、3D 画像処理などにダークテックス8.1という、数世代前の拡張 API を使用していること、ハードウェア側の性能向上で、相対的に軽い、 ベンチマークになったこと、実質的な後継作品である FF14 用のベンチマークが継続的にアップデートされていることなどから2020年現在はあまり用いられていない。バナディール・マーチをベースとした曲。序盤はファンタスマゴリックのボーカルがメインで中盤から冒険者のコーラスにバトンタッチする。ファミ通文庫からいずれも、長谷川雅による著書のノベライズが発売されている。 長編シリーズだが、全編が同じ主人公ではない。長編シリーズと同じように、ファミ通文庫からアンソロジー小説も発売。著者は、田口千年堂、高戸の園、長谷川みやび。青年漫画誌アンソロジーコミックブロスコミックス、EX などでアンソロジーコミックも多数出版されており、そのうち執筆作家単独の個人集も発売されている。 以下はその個人集のみを記載している。単行本のアンソロジーコミックからの個人集だけでなく、ファイナルファンタジークシーのコミックに特化した、機関誌での掲載作品の個人集もある。コミックバナ通りで連載されていたが、ファミ通コミッククリアへ移籍した作品もある。タイトルは変更された。ありがとうございます。